続いてご紹介する企業様ですが、はい、女性に優しいミシェルさんは地球にも優しいことしてますか？地球に優しいこと？地球に優しいこと、なんか必要以上にゴミを出さないとか、そういうこと？大事なことですよね。もうリサイクルに努めるとか、そういうことかな、うん、うんうん、まさにです。もっと協力できることがあるんですよ。なんで女性に優しい？そりゃそうだよ。今回はですね、東京で再生可能エネルギー事業の展開をしていらっしゃるこちらの企業様です。これは素晴らしいことだ。暮らしが便利で豊かになるほど重要な役割を求められる電力。現在も大都市で消費されている膨大なエネルギー、そのほとんどは地方で作られた電力に依存をしている。送電時に生まれる電力のロス、供給地に対する負担の軽減など、解決すべき問題は山積み状態。そんな時代にスペースの少ない都市部に自然エネルギー発電所を作り出した企業がここにある。屋上発電株式会社取締役副社長草野敦子。六屋根専用課題メーカーのパイオニアとして電力の地産地消を掲げる屋上発電株式会社では、災害を耐え抜く防災都市実現のため、使われることのなかった屋上を活用する画期的な発電事業を展開。私たちが抱える日本の電力問題の救世主として今大きな注目を集めている。今回は草野敦子をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まずはじめに屋上発電様の業務内容を教えてください。従来の太陽光発電所っていうと、皆さんイメージなさるのは郊外の土地を広く使ってコンクリの上にいっぱい杭を打ってでフェンスで囲ってみたいなものを想像なさると思うんですけれども、私どもはあくまで建物の上に置いていきましょうと、またちょっと置いて、ちょっと置いて、ちょっと置いてといったことができますので、限られたスペース、おっしゃられた通りですね、今まで設置することのできなかったような場所にも置かせていただくことができるので、防災に強い街づくりというところを目指していきたいと思っているわけなんです。今日写真を持ってきていただいてるんですけど、ね、学校の屋上も利用するわけですね。そうですね、渡り廊下の上だけであっても置くことができるので、小スペースという意味合いにおいては有効かなとご紹介できると思います。渡り廊下の上に置くだけで、それでもそこに光が当たれば、そうなんです、日照条件さえ良ければ、私どもの何でしょう、提唱しているアイテム、まあ、おすすめしているアイテムが、まあ、置くだけのものなんですが、置くだけ、置くだけ飛んじゃうみたいな飛ばないんですよね。飛ばないですね。ちゃんとなんか設定の設置の仕方が、設置自体もごくごく簡単なんですけれども、4年半ぐらい前に都内の建物の屋上に設置した事例もございますけれども、何回も台風来ているし、大きな震災もありましたけれども、ピクリとも動くことなく、アンカーも打たないし、こう躯体を傷つけることなく、建物を傷つけることなく設置することができるので。じゃあ取り外して違う時にまたすぐ持っていくっていうこともできるんですか？できます。できるんですか？はい、従来の太陽光発電のものでございますと、足場を組んだりとか工事に 2,3 週間かかりますよね。こちらの商材と申しますか、使っている発電所は部材を屋上に持ち上げるのに半日、翌日職人さんというか、まあ、施工の方々がわーっといらして半日で工事しておしまい。非常にシンプル。もっともっと大掛かりで大変なものだと思ってました、ね、そうですよね、私もそう思ってました。そう思ってました。私もそう思ってました、はい、従来は。他にも写真をお持ちいただいてるんですけど、あの実験はどういうお写真ですか？はいはい、皆さん飛ばないのってやっぱり思いなられるんですね、はいはい、風洞実験はよく橋を工事なさるときに、その模型を持って強い風を当てて安定性安全性というものを測るための実験施設ですけれども、私どもが実際模型ではなくてですね、その実機
を風洞実験の施設に持ち込ませていただいて、風速40メーターの風を2分間か、はい、当て続けるといった実験をしております。40メーター。そうなんです。そんな台風見たことないよ。台風でもね。そうですね、20メーターに上がった時点でこう試しに見学にいらした方々に中に入っていただくんですけれども、もう立てられない。そうでしょうね、はい、それで実験をして、まあ、飛ばないぞといったところの確証を得た上で事業に用いて皆様にはご紹介を。これもしっかり実験されてるんです ね、 ね。しかし前例のなかったこの事業で開発者である代表は多くの苦労を経験したという。現在に至るその商品開発の裏側を草野に聞いた。従来どこにも存在していないシステムだったものですから、あの似たようなものもなければ金型があるわけでもなく、致し方なく構想した本人はホームセンターに行ってですね、これを使おうという部材を買い込んでですね、倉庫みたいなところで一人でチョキチョキ部材を切ったりガリガリ切ったりしながら作り上げた試作機がありまして、そういったところでしょうか。本当に手作りだったんですね最初。そうですね、今でこそあの工場です。可愛い大人じゃんそれ。可愛い大人だよ。プラモデル、日曜大学のプラモデルみたいな、どうすんだこれじゃねえのかなんて人に言ってもそれは無理だって言われるだけだから。ちょっと自由研究っぽい。自由研究っぽいですよね。そうそうそう。副社長はどういう今まで経歴をお持ちなんですか。うちの代表と私は作る人と売る人といった役割分担で仕事をさせていただいている部分があるんですけれども、従来はその個人情報とか機密情報を扱う企業にいて、さまざまなですね処理に関する企画と営業を両方私は行っておりまして、たまたまある企業さんが主催する勉強会に参加した折にうちの代表者とも初めて話をする機会がありまして、面白い人見つけたなと思いましたらば、向こうも面白いの見つけたなと思ったらしくてですね、それ以来こういろいろ意見を交換しながら今の仕事をさせていただいてます。日本が抱えるエネルギー問題解決のため画期的な事業としてスタートした屋上発電だが、実際に需要はあったのだろうか。さらに詳しく話を聞いた。従来やはり冒頭におっしゃられました通り、広い土地で大きな発電所といった意味合いで太陽光を用いられることが多かったのですが、電力会社であるとか国の方針の変化によって最近では本当に小さい発電所をたくさん作っていくといったことに注目している企業さんが他にも見当たるなと。あ、そうですか。出てきましたか。はい、はい、出てきましたね。皆さんメガからミニに移行されているというふうに思います。メガからミニに。確かに。今のお客さんは具体的にどういうお客さんが多いんですか。そうですね、私どもがもう優先してプロモーションさせていただく先様というのは、介護施設であったり養護ホームといったところで、いわゆるいざ停電してしまった時には設置してある発電所の電力を使いいただくことができるので、何でしょう、日常で、はい、医療機器であるとかもそうですけれども、お薬一つ見つけても冷蔵庫で保管するようなものも最近は多いですし、そういったところの施設でもって非常時電源として有用ですよというご案内をさせていただき置かせていただいているケースが多いです。いざという時の頼みの綱っていう意味合いも大きいですよね。そうですね、うん、全く動かないんじゃ何にもできないわけだからね。電力の地産地消っていうことをおっしゃったんですけれども、はい、やっぱりそれって重要ですか。土地に建ててるものもそうですし、大型の発電所というものもみんな地域郊外少し離れたところにあると思うのですが、そういったところで発電した電気を都心部まで運んでくると送電ロスといった現象が起きますので、それで電気がですね 50% ぐらいまで消えてしまうんですよね、送電するために、今ほとんどそうですよね。そうですね、ですので私どもが払っている電気料金は半分消えたものの半分残った
限られたものに対してたくさんお金を払わなきゃいけない。もったいない。そんなにかかるもんなんだな、送電はね。やっぱそうだよね、電気使ってこっちに来させるわけですもんね。いろんな課題だとか問題点はあると思うんですけども、どういうところが。まず一つは本当に飛ばないのって思う、そうね。そうだよね、もう思うもんね。軽いもん大丈夫なのかみたいな、はい、ですので実際の設置事例であるとか、うん、お時間とご興味をお持ちいただける方には実験の場にもお越しいただいて、本当に飛ばないということをご覧いただく。あとは何分私どもは非常に限られた体力で事業を行っているベンチャー企業でございますので、その展開力であるとかはある程度ですね、まだまだエンジンをフル稼働させないと広く皆様にお伝えしていくことができないので、今はなるべく多くのご協力者様のお力をお借りしながらですね、なるべく早くその災害に強いまちづくりといったところを目指して展開していきたいと思っています。エネルギー問題の救世主として電力の地産地消を目指す草野篤子。そんな彼女が見据える今後の展望とは。複数の企業様がそのミニの発電所を太陽光で設置していくといったところにご興味をお持ちになりつつあります。目立ち始めたのがこの半年ぐらいでしょうか。そうですか、はい、私どもは実はそういった会社様を競合会社、競争相手とは見なしていないんですね。使っている商材にも特色がありますので、いろんなメーカーさんの商材を私どもも使わせていただくし、私どもの商材を使っていただくのも全くもって構わなくて、協力会社さんだと思ってるんです。大手の法人様、中小企業の皆様、皆さんと協力して都市部での発電所の設置というのを広く広めていきたい、より多くの皆さんに使っていただけるように整えていきたいというふうに思ってます。ガツガツはしてないぞ、ライバルじゃなくて、ライバルじゃなくて協力、やっぱりもうちょっとガツガツしなきゃダメですかね。いやいやいや全くそうじゃないと思いますね。そういう環境を整えるね、まずところだから、お互い奪い合ってどうすんだみたいなところがありますね。生かし合わなきゃいけないですもんね。そういうふうに考えていきたいと思います。そうですね、素晴らしい。では最後になりますが、副社長がご自身でいつも胸に刻んでいる格言があれば教えてください。限られた資源を少しでも多く次世代に残していきたいというふうに考えて仕事には取り組んでおります。素晴らしいよね。次の世代に残して行っていただきたいですよ、我々とすればね、研究も含めて、はい、ますますの発展よろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。